はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。ゲイキブログです。私たちはチャチャーン ZIPFM ラジオスタジオに来てます。土曜日の朝早いです。眠たいです。私の友達イレーネがドイツ人と日本人のハーフで、こちらの ZIPFM の朝土曜日にウェイキーウェイキーというラジオ番組のナビゲーター、うんをやってます。かっこいいよね。めっちゃ私たち LT ブログを今日ちょっとだけ紹介ができる機会ができましたので。そうだね、ありがたく。いや本当にめちゃくちゃ楽しみにしてます。あ、こんにちは。おはようございます。おはようございます。ウェイキウェイキのインタビューに来てます。あ、お願いいたします。はい、お願いします。あ、すごい景色。はいはい、はい。あ、ラジオの方です。よろしくお願いいたします。ご紹介させていただきたいのは、YouTube チャンネル、LT ブログを立ち上げられている、山本さん、そして、旦那様の高さん、ご紹介です。はい、大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。幸せが終わって、今、15分ぐらい空いてるでしょ。じゃあ、ちょっと、この待合室。なんか、いろんなポイントがあるから。これなんか CD だね。なんか音楽の、でもめっちゃ昔のものだよ。インスタ映えしそうな壁を、なんか有名な人が来た時にここでなんか写真を貼って、この壁の前で写真を撮ったりするかな。有名な人なんだ。いや、そうでしょ。私たちは人に乗らない。じゃあ俺はポテンシャルとして。ポテンシャル。今からスタジオに入ります。オンエアって書いてある。そうでしょ、オンエア。ステレオ2。あ、はい、お願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あ、おはようございます。おはようございます。はじめまして、坂と申します。ありがとうね。いや、こちらこそ。ZIP エリアにはまだまだあなたが知らないすごい人や物、こと、食べ物があります。 YouTube チャンネル、LT ブログを立ち上げられている山口れなさん、そしてご主人の坂さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今は、まあ、名古屋、そして、まあ、このエリアでの暮らし、旅、グルメを紹介しているお二人ですが、まあ、そもそもはこの世界一周から YouTube が始まったんですよね。はい、そうです。その前に遡ると、なんで世界一周を2人でしようか。正直に言うと、うん、日本の会社で働くことと、うん、東京を飽きてしまいまして。ちょっと世界を見たいなと思って、うん、なんかちょっと冗談で世界一周してみないという話をして、で彼はいいよって言ったから。何気ない感じだったよね。テレビ見ながら世界一周してみたいなとか言ってて、じゃあやってみようかって。YouTube で配信しようっていうふうになったのも、もう最初から決めてた。なんか元々は、なんか家族とか友達とか会社の同僚とかになんかシェアしたいなと思って YouTube で発信してたんですけど、世界一周が終わって、このチャンネルが大きくなって、どうしようという話になって、じゃあとりあえず私たちはやってることとか興味があることを振りましょうみたいな軽い、あの、いつも軽いね。そうそうそう。これ大事ですよね。まあ名古屋に引っ越してからいろんなところに行ったり、じゃあそれもなんか紹介してもいいなと思って、うん、名古屋が大好きで、ここに住むのもなんか住みやすいし、なんか歴史もあるし、文化が いろいろ楽しめるし、もちろん名古屋飯とか料理も美味しいから、日本人はよくなんか名古屋に何もないとか、名古屋面白くないとか、そういう声が多いと思うので、 LT ブログのチャンネルの上で、あの、全国にいる日本人の視聴者さんに名古屋と愛知とか東海3県の良さを伝えたいなと思いました。最近特に、あ、そこ楽しかった。新しく開いた久世大通りパーク の、うん、あのエリアと、あの、名古屋テレビと、うん、楽しかったなと思って、本当になんかいいエリアになったなと思って。名古屋の魅力を世界に発信する、名古屋 is not boringつまんなくないというサイトも作られました。これはどういうものですか。あんまり名古屋のイメージここまで良くないなと思って、うん、でそれは日本人だけじゃなくて、外国人から見たらあんまりなんか名古屋がスキップされる時が多くて、うん、
もっと外国人が興味を持ってもらいたいし、もっと来てほしいから、友達と一緒に名古屋 is not boring という体験のプラットフォームを立ち上げて、うん、名古屋にあるそういうツアープロバイダーとか、普通に個人でやってる体験を出してる人と外国人がつながるプラットフォームになってます。うんうん、最後になりますが、これから YouTube で発信したいこと、まあ、実際ちょっとここに行こうと思ってるんだよねとかそういう場所とかあったらぜひ教えてください、ね。まあ、名古屋を紹介するってのもいいんですけど、やっぱ日本の人にもっと日本全国の良さを再確認してもらいたいとかっていう思いもあるので、で日本一周とかもしてみてやりたいなと思ってます。実現できるかどうか未定です。お話ししていただいた YouTube チャンネル、 LT ブログ、そして名古屋の魅力を発信するサービス、名古屋 is not boring、 ぜひチェックしてみてください。じゃあお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。写真を撮りましょう。じゃあそれもなんかちょっとここに置いて入るかな。常にじゃあ撮ることを考えてるんだね。常に行きます。はい、チーズ。撮るでも1枚撮る。はい、チーズ。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。いや、バイバイ。チュース。ありがとうございました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 。いや、楽しかった。いや、楽しかったね。また一気に経験になったね。そうそうそう。ラジオに出たことないから、最近テレビに出て、そうだね、今ラジオに出て。はい。ということで、ラジオの出演が出演完了しましたね。はい。新しい経験だった。いやー、よかった。楽しかったよー。イレーネ、ありがとう。この動画、ここで終わりにします。面白かったなら、ぜひ、いいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人は、ぜひぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。